日本満足バーサーとコラボということで、受験生応援動画を作らせていただきました。そのために今回一本満足の動画を作りました。学べエンタメに、ともパソコンの先生とナイト、アイダマンと、クマタンと、ヨスケです。僕たちは YouTube を通じて大学受験のハウツーなどを教えている教育のグループです。この度は一本満足バーサーとコラボということで、受験生応援動画を作らせていただきました。イエーイ。はい、ということでまずですね、今回ちょっと受験生に応援メッセージも送りたいと思います。まず今は受験生はほとんどの方が難しい局面にあると思ってます。しんどいこと、大変なこと、いろんなことがあると思いますが、僕たちから一つ言えることは、最後まで諦めない人が勝つということです。まあいろんなことがあると思いますが、ぜひですね、諦めない心を持ってぜひ受験を勝ち抜いてほしいなと思っております。そのために今回一本満足の動画を作りました。はい、ということで今回ね、この一本満足ばあさんとのコラボなんですけれども、まあ受験生をねメインにした動画ではあるんですが、ただですね、小学生から大人まで全ての年代の人が楽しめるようなね、そんな内容になってるかなと。そうなんです、満足してもらえる、満足ですね。はい、そんな内容になってると思います。で、具体的に言いますと、まあ一般常識から受験に使えるね、まあ雑学クイズみたいなところまで全部で10問。おお、もうすぐにね解けるかなっていうふうに思いますので、ぜひこの後チャレンジしてみてください。それでは行きましょう。レッツゴー。正解は1番のソクラテスです。この無知の知という考え方は、自分がいかに何も分かっていないかを自覚せよ、つまり知らないということを知っていることはいいことだよね、という考え方です。自分の弱点やできないことを知っていてこそ、それとちゃんと向き合いますので、素敵な考え方ですよね。正解は二酸化炭素が発生するからです。カルメ焼きの原材料である重曹 NHCO3 が加熱によって炭酸ナトリウムと水、そして二酸化炭素に分解されます。発生する二酸化炭素は気体で体積が大きいため、カルメ焼きが膨らみます。同様にホットケーキミックスなどにも重曹は使われています。掃除でも使われる重曹が食べられるなんて、なんだか不思議に思えますよね。正解は1番の花です。英語で首を突っ込むと言いたいときは、ポークバンズノーズイントゥという表現をします。ポークは突っ込むという意味で、 Don't poke your nose into her fears という表現で、彼女の個人的なことに首を突っ込むなという意味です。受験勉強、お仕事、まずは自分のことに集中したいですね。正解は水流がストローに吸い寄せられて曲がるです。曲がる理由は水分子に電気的な偏りが生じているからです。水分子は水素原子2個と酸素原子1個から成り立ちますが、折れ線型の構造になっているため、プラスとマイナスの電荷の偏りが生じています。そのため、こすってマイナスに帯電したストローを水流に近づけると、水分子のプラス側、つまり水素原子側が引き寄せられるので、水流は曲がります。水分子のような電荷の偏りが見られる分子を極性分子と言います。正解は2です。まずアについて、これはですね、断食のことなので正しいんですよね。もう9月にラマダーン、これぜひ覚えてみてください。イについて、これ礼拝ですよね。ただこれはですね、アッラーの肖像画を称えなくてはならないとするのが間違いなんです。実は偶像崇拝を禁止されている、つまり肖像画で描かれることは NG なんですよね。ぜひこちらも覚えてみてください。答えは (1+1÷9)×9です。まずこちらは10を作るための式を考えるんですね。これかなり難しいんですが、10=1+9ですと考えづらいです。これは視点を変えるのがポイントで、10を10÷9×9と考えます。特に前半部分の10÷9、つまり9分の10を119を使って表すと、1+9分の1、つまり1+1÷9とすることができますので答えになります。実はこれ受験生の時に友達に出された問題で、僕も解けなかったので、ぜひですね、お友達に出してみてください。
正解は3番の天の橋立です。1番の白神山地は秋田県と青森県にまたがるブナの原生林が有名な産地で1993年に登録されています。2番の屋久島は鹿児島県にあり1993年に登録されています。4番の小笠原諸島は東京都の太平洋にある島でこちらは2011年に登録されています。よって正解は3番の天の橋立で、こちらは世界遺産に登録しようとする活動が今も行われています。ちなみにあと一つは北海道の知床で、こちらは2005年に登録されています。正解は丸1です。世界初の液体燃料ロケットの打ち上げに成功したのが1926年です。2番の人工衛星スプートニク1号打ち上げ成功が1957年にソ連が。3番のアポロ11号月面着陸は1969年にアメリカが。4番のスペースシャトル打ち上げ成功が1981年にアメリカがそれぞれ実現しています。丸2から丸4は冷戦下でアメリカとソ連がお互いを牽制する中で互いの技術を誇示する形で展開されていきました。正解は3番の東大寺ルシャナ仏像です。1番の法隆寺阿弥陀三尊像は飛鳥文化、2番の興福寺仏塔は白鳳文化、4番の東大寺南大門金剛力士像は鎌倉文化のものです。なので天平文化に作られたのは3番の東大寺ルシャナ仏像です。ちなみに大仏の髪の毛はパンチパーマのように見えるけど、実は螺髪といって悟りを開いた証なんです。そして東大寺の大仏は螺髪がなんと966個もあります。覚えておくと友達に自慢できるでしょう。正解は以下の通りです。ここで出題した問題は東大でも出題された問題なんですが、実は結構間違える人が多い感じなんです。間違えた人は要復習です。お疲れ様でした。受験に関係のない教科でも知っておくといつか役に立つかもしれません。無用のようです。受験まで残りわずかな期間となりましたが、何か困ったことがあったら、でもパスダコのチャンネルに会いに来てください。あなたの悩みが解決できる動画がきっと一つや二つあると思います。そして勉強で疲れたらやっぱり糖分、はい、一本満足バーを食べてください。はい、いただきます。いただきます。こんなんいただきます。おいしい。うん、おいしい、うん、おいしかった。美味しそう。皆さんの健闘を祈っております。それでは以上パスラブでした。バイ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 。